こうやってるしかないんです。ワンズもね、はけてから気づいたんです。ごめんね。アンズはもう前言った通りです。もう一回聞かせて。アンズは、あの、顔が可愛いところと、あと、ちゃんとなんかしっかりしてる。うん、裏でもなんかしっかりしてるから、おー、あ、すごい見てた、すごい見てた、すごいこっち見てた、やばいやばい、見ないと、こっち見てたから一緒にいて、うん、なんかすごいしっかりしすぎてて、うん、なんか偉いなって思って、えぇ、ー、めっちゃ真剣じゃん、うん、そう、えぇ、ー、そう、本当に、すごい嬉しい、ありがとう、ありがとう、言うのも可愛すぎた、コンプ、ありがとう、しっかりしてなさそうで、ちゃんとしっかりしてて、11期のことをすごいあのまとめてくれるとか、ユーがいなかったら11期はまとまれなかったと思う、すごい嬉しい、やばい、泣ける、泣けるよ、だからこれから京花のいいとこもっと早く言えるよ、そうだよね、ごめんね、そういう風に、そうだよね、ごめんね、ほんと、一人ずつ言っていこうよ、ちょっとみんなが言って言って言って、そう、みんなもう一回、もっともっと、え、でも、きょうちゃんは、なんか、まあ、もう一周もう一周始まってる、もう一周すんの、きょうかのいいだからなんか、そっけなくしてそうで、なんか同期のことをちゃんと思ってる、うん、そうそうそう、ところが、たまにキュンとします、わかる、え、結構さ、11期のこと一番好きそうじゃない、きょうかって、うん、なんか11期が傷ついたらめっちゃ怒ってくれるとか、え、わかる、ね、わかる、ありがとう、あとはね、なんか生活さ、絶対さ大変じゃん、ずってさ一人暮らししたことないからさわかんないけど、でもさ想像しただけでさわかるじゃん、うん、なのにさ、なんかそういう話、辛さとかあんまり口に出さない、確かに、くて、なんかこう淡々と暮らしてるのがすごい。そう、絶対あるじゃん。絶対だったらさ、そう。だからすごい偉いなって思う。うん、え、みんなで会いに行こうね。うん。勝手に決めてる。なんで？会いに行こうね。じゃない。行こうしてしようね。今日お見送りでめっちゃアンズちゃん何か言われたんだけど聞き取れなかった、だからなんでアンズのやつじゃないのって、いたのにアンズじゃないなって思ったからです、ありがとう、そこまでしてくれるんや、団子とかもありがとう、明日お花見行きます、いいな、楽しんできてよね、今日ちゃんと可愛かったね、ずっと見てました、え、嬉しい、やった、そう、うるさいんですよね、ありがとう、ハート、団子ありがとう、なこと思ってくれただけでもとても嬉しい、今日もありがとう、こちらこそだよ、ありがとうね、顔がにやけてるモテ期なんですよね、そうなんです、やっぱみんなみんな大好き、あざあざってことで結婚してしようね、だからさ逆にさ、あの言うねだけあざのこと好きじゃないっていう、うん、ピョッピもあんじゃん、本当にあんじゃん、やめて、そうだ、みんな好きなのは当たり前なんですけどね、やだ、言うんだけど、そうだよね、そうだよね、言うんで削除ないね、やめよ、これもうやめよ、やめる、一回この話、リーナ強化じゃない、え、みんな好きだよ、うん、そうだよ、みんな好きなの当たり前、当たり前、一人に絞らそう、そうそうそう、推しメン作るってなったらまあ話が違うよね、そうだよ、うん、みんな好き、うん、わかる、みんなに推しポイントがある、わかる、わかるよ、うん、その質問が間違えてた、そう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 、良くなかった、誰が一番だったね、みんなが一番、そう、ごめん、自分が一番、そういうとこいいよね、すごい、いいんだ、ヤンズの紫色の人たちとご飯食べてきたこのよ、何食べたの、中華、アンズさんもこんばんは、今日もう美しかったです、ありがとう、めっちゃ嬉しい、もう見て、もう目もう全部取れた、全部、ね、汗でさめっちゃ取れてない、わかる、メイクとか、わかる、うん、ね、こんな取れた、え、やばい、もう本当にすごい流れ落ちた、全部今日サウナみたいになってる、すごかった、もうムシムシしてた、そう、そう、やばかった、くん多分2キロは痩せた、でかそれ、嬉しい、
嬉しい、ようずブログ上がった、ありがとう。何でも食べれる。マジカル11期ありがとう、団子。マジカルユーネ取らないで。ハートありがとう。じゃあ次、じゃあ次ユーネのいいところみんなで行ってきましょう。やったあ、どうぞどうぞ、そっちからどうぞどうぞ。だからユーネはちゃんと11期のことを、あ、そっか、言ってたね、まとめてくれて、あの、ゆーネのことをもう一回ちゃんと見てくれてて、なんか例えば誰かがそのしんどそうやったら誰よりも早く、あのめっちゃ真剣に見てるそれかわいそう。でもそんだけ前のことを見てくれてるところ、え、嬉しい、まとめてくれる、わかる、嬉しい、照れるね、照れる。さくちゃん、さくは何度もレシくれて嬉しかった、もちろんだよ、ありがとう。アンジさんに全部投票しました、ありがとう、本当にありがとう、みんな本当に投票してありがとう、みんな。返してくれる、お友達で DM で、なんだろうこれ、送ってくれたくんだよ、嬉しいです、時期本当にお疲れ様、そうなの、可愛いって言ってもらえて嬉しかったね、見つけるの少し恥ずかしかったけど、そうだよね、ありがとう。え、それが分かんない、分かんないわ、みんなの性格。分かってる、みんな大好き、僕も大好き、アンズちゃん、私はいっぱいあるけど、うん、嬉しい、そうだな、うーん、やっぱここって決めれないけど、うん、でもこの前まやさんの誕生日プレゼントを相談したの、うんうん、じゃあめっちゃ真面目に帰ってきて、いっぱい、うん、これとこれで悩んでてみたいな、でなんかあ、こっちがいいんじゃないぐらいの感じだったんだけど、それってこれのこれでみたいな、めっちゃすごい相談乗ってくれるし、うん、大好きだよ。やば、言われてない推しメンなのに言われてないです。大好きだよ、今さくは、さくはさくも大好きだ、全員大好きじゃん、全員よ、仲いいんだよ、同期だから、え、僕ははい、はい、なんかまあくるみも言ってたんだけど、あの本当になんかたまにさポロッと独り言とか言うじゃん、あの全部拾ってくれる、うん、どんだけ聞こえなくても「もう何?」ってもう一回聞いてくれるじゃん、聞いてくれて、なんか本当に自分のことのように全部なんだろう対応してくれるところ、やっぱ簡単にできることじゃないなって思うので、本当に素晴らしいと思います。嬉しい、しかもなんか喋らなくてもなんか大丈夫とかなんか察してくれるみたいな、うん、体調悪い時一番気づいてくる、うん、一番気づいてくる、いつも聞くのに元気めっちゃ元気なんだけどたまにミスる、ありがとう、だるま、嬉しい、え、今って何分？24、やば、早っ、じゃあ次、さくちゃん、そんなさくはお顔が可愛すぎるところと、あと学校と両立を頑張ってるところと、うん、あと本当に優しくて、うん、なんか記憶がどれだけ絡んでも笑顔で返してくれる歌とか、すごい、それどんだけ絡む、どんだけ絡む人なの、綺麗、ありがとう、なるまも、ペンギン、ありがとう、え、小籠包いいね、食べたい、フライボーいいな、フライボー、イエイイエイイエイ、ちゃんと芯を持ってるところが、うん、だなって素敵思うし、割と感情を表に出してくれるから可愛らしいなって思います、嬉しいこと、はい、
はい、僕は、まあ、あの飛行士でも言ったんですけど、あの顔が可愛い、顔やっぱビジュアル面じゃないですか、11期の、うん、うん、だし、なんかもう根っからアイドルじゃん。いや、わかる。なんかもう仕草とかも多分一番真逆だと思う、アンズと。え？いや、多分言うんだろ。あ、まあそうか。もうなんかそのアンズと違うものをいっぱい持ってるから、だからそれに魅力を感じる。嬉しい。だからなんか、そう、なんか本当にアンズに持ってないものいっぱい持ってるから羨ましいなと思うこといっぱいありますね。嬉しいこと。よかったです。はい、次くーちゃん。スキルだ、スキルだ。思ったことをちゃんと言う、はい、ところが素敵だと思います。うん、他には欲しがり、欲しがりだ。可愛いって言ってる。サクが可愛いです。わかります。次、みんなは、ね、自分の意見ちゃんと持ってて、うん、じゅーちゃんしか見ないくんだよ。ありがとうくん。みんな選びに迷ってる。どんな体勢でいいの？それは？ここからは何してるのか。どういうこと？それどうなってるの？椅子。キレキレだ。迫力ありました。お見送り、うん、見えてた、見えてた。ありがとう。嬉しかったよ。ありがとうね。ハートもありがとうね。そう、みんなの名前呼び。そう、仲良しくんだよ。ありがとう、だるま。じゃあ、団子。照れてるよね、これ。ガチ、ガチデレ、ガチデレ。かわいい。でも、それは本当に本気で考えてる。やばい、怖い。なんとかなれの気持ちで投票完了。ありがとう。もう投票するのすごく大変なのに。ありがとう、みんな。嬉しいこと。え、くるみは、くるみは見送り初めて一番最初でした。くるみは、すごい。今日が編んで。あの毎回公演のたびにポジションが変わったり、うん、その新しいポジションさすぐ覚えたりするのに、あの文句とかその弱音を吐かずにしっかりやってるところが偉い。ありがとう。すごい。他は？私は、私のお世話を見てきてくれるところ。わかる。私の行動をすごく読んでくれるところが嬉しいです。すごい。私、ゆめちゃんのファンの人から、お世話になってまして、マジでお見送りさ、隣だったけんさ、ゆめのファンの人がいつもありがとうって本当にゆめの心をさせてくれる。可愛らしい。ありがとう。私はですね、おしとやか、なんか、わかる？なんか仕草がすごい、作が見てくる。すごい。こんな、あと1分ですからね。やばい。だからあの佇まい、わかる？うちらって今こんな、こんなんじゃん。座り方こんなんだけど、あのいつも姿勢が良くて、うん、女の子って感じです。今クロスしてるけど、いやでも見て、アンズどういう状況？そう、だからそう、椅子変な風に使うけど、くるみはいつも姿勢良くてすごいいいなって思いますね。うん、サクいいですか？いいのかも、めっちゃ考えるよ。なんていうんだ、顔がちっちゃいだけなんですか？かわいそうだ。ありがとう。笑い方がかわいい。わかる。なんだろう、上品。結婚してしようね。女の子みたいな感じで、とっても可愛くて、あと顔が可愛くて、あとめっちゃマイペースなところが好き。あの公園とかで結構いいところ見つけるの上手。ありがとう。あとどうですか？サクのことをさすぐに聞いて、人の気持ちさすの大事、大事、大事。いちいち重いっすね。みんなあんずのこと好きだからね。本当に信じて食べちゃうところ。メスをくるみにバクバクされた。さくらちゃんにまだいけるの？えぇ、違う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 、あの、ありがとう、だろ、団子ハンバーグ、ハンバーグ1個丸々全部食べて、お米も全部食べたの。じゃあもう気持ち悪くなっちゃって。
ユニット、うん、もちろんカラオケやります、たまにね。そう、みんなで褒め合ってるんです今。はい、皆さんファンですよ。やばい、写真でやって褒め送ってて、男前だったよ。男前だった、本当。ビジュアル目あざあざ、いやいやいや、ありがとう、いつでも全力そうですよ。ありがとう、結婚してしようね。ありがとう、ハートも。ジンクのアカペラ、11期で鑑定中アカペラ、折り目なんでね、やっぱね。ありがとう。一言多い、一言多すぎ。こんばんは、今日の公演見に行ってました。公演制服の目のストリよく理解しているなと感じました。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。そう、みつき伝えました。マジやば、楽しみ、やっぱ楽しみ。いつも下手で見てけ、一番下手で見てたけど好きってなりました。好き、ありがとう。さくら、ありがとう。そうですね、それでは皆さん、読めます。13位は丸の方、ありがとうございます。12位は大仏の方、ありがとうございます。11位はアヒルの方、ありがとうございます。10位はすごい、何これ、なんか紫のドラえもんみたいな方、ありがとうございます、ありがとう。9位は黒猫の方、ありがとうございます、ありがとう。8位は桃の方、ありがとうございます、ありがとう。7位はオレンジ赤の服の男の子のアバターの方、ありがとうございます。6位は白アヒルの方、ありがとうございます、ありがとう。5位は猫の方、ありがとうございます、カイニャンさん、ありがとうございます。4位はリラックマのアンズのアバターの方、ありがとうございます、ありがとうね。3位はマイメロの方、ありがとうございます、ありがとう。2位はアンズのアバター、女の子バージョンの方、ありがとうございます、ありがとう。あ、4位変わった、女の子のアバターの方、あの赤チェックのやつの、ありがとうございます、ありがとう。1位はアンズのアバター男の子バージョンの方でした、ありがとうございます。みんなごめんね、あの 急でこんな忙しい配信をしてしまってすいません。ティーンズユニット最後まで投票よろしくお願いします。よろしくね、みんな。今日の11時59分までです。ではバイバイ。